してるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今日はですね、渡辺コミュニティスクールという渡辺エンターテインメントの芸人養成所の、まあ、芸人さんが出てくるわけですけど、要は芸人さんの卵ですね。そうですね。これからテレビにバンバン出ていこうというね、先輩で言いますとね、シュンさんであったり、はい、まあ、タレントで言いますと妹さん、あ、ギャル曽根さんなんだろう。そうですね、エンターテインメントの先輩なんで。そうですね、まあ、そんな芸人さんたちが今日出てくるというわけで、まあ、温かい目でね、うん、見ていただけたらと思っております。はい、お願いします。ね、僕その温かさを利用して北海道を作ろうと思ってるんですよ。徐々にかな、ね、使ってほしいんですけど、まあ、ドリンクの件なんですけど、入り口で今日お渡ししたこちらの件、うん、お持ちでしょうか。うん、こちらの件ね、途中休憩挟みまして、うん、こちらのカウンターでお好きなドリンク1杯で交換できますので、うん、まあ、芸人さんたちと、気になる芸人さんたちとお話しして親交を深めていただけたらと思ってます。その件、銀行口は使いません。急がないでも言ってください。急がないでも誘いはない。飲食と携帯電話についてなんですが、携帯電話マナーモードか電源を気になるかでお願いいたします。ドリンクの持ち込み今回 NG となっておりまして、一回も空いてないと撤収という形になっちゃいますので、カバンの今日お持ちの方はそのしまったままでお願いいたします。で、万が一こぼした場合でももうそのままで問題ないです。ですね。トイレの確認になりますが、僕らから見て、こう見て、あちらの扉がトイレになります。あっちがスカイツリーか、スカイツリーの方が、あっちの方がスカイツリー、まあ、北海道は熱を持ってないみたいですね、とで徐々にやったと思うから、ね、誘いはないって結構来る。まあそんな感じで、こんだけ前だからね。そうだね。元気出していきましょう。で、そうだね、芸人さんがここからバーッと出てくるわけですけど、まあ拍手していただいて、拍手、ああお願いします。そうすると芸人さんたちも、はい、おーやるぞっていう気になります。はい、で、拍手の練習いっちゃおうかな。はい、じゃあ、さわちゃん、じゃあ、拍手って言ったら拍手を押していただいて、ね、はい、拍手流してもらってもらえます。
ですけど、そうボケとボケと無理なんですよ、子供から。そうなんです、実はですね、今回ね、うちらね、そうなんで相方が来てないのか、そうちょっと言ってみよう。はい、私の相方のツッコミ担当、山田翔子って言うんですけども、今日ですね、山田 100% としてピンライト出てます。はい、ね、別にどうでもいいってか、おいおい、まだね、まだどっかのライブで行ってるのがいいじゃないですか。はい、俺の相方なんて、わかんないですよ。なんで来れないのって言っても、いやそれは言えない。え、じゃどういうことなのと。いや、あれの結婚式に近い理由、なんかどういうことだよ。近い理由ね。それのせいで、俺なぜか今日ずっと一人で、あいつ、じゃあ明日頑張れよって言って、俺これ許せないですから、万歳。というわけでね、今日はもうね、僕ら二人と、はい、そうです、もう3人で頑張ってきましょう。はい、ツッコミのね、MC 今日5人でやってるんで、はい、5人でやってくるのね。10組ぐらいネタやるんですけど、はい、僕たち本当にやるんで、あと僕に任せてもらう。分かってらんない。はい、で、そしてこのライブは2部制となってまして、はいはい、1部が出演者のネタを見ていただきます。そしてその間に1部が終わったら、その間に休憩を挟みまして、その後2部に入ります。はい、2部というのはですね、今回は毎回、ね、テーマに沿った企画を行う時間になってるんですけども、今回のテーマはですね、オーダー6。オーダー6、そういうね、一体メンバーに何をしてもらうのかちょっと3人だけなんですけど、お楽しみにしておいてください。はい、ということで、さあそろそろじゃあもうネタの方を始めていきましょうか。始めるのね。はい、じゃあまずネタの出演者お願いします。そうですね、はい、はい、ツインテールから、はい、ショーンボリップのまで、はい、ボトルに続けてどうぞ。行きますよ、せーの、よし、お
どうしたんだよ、早くしろよ。ダメです、隊長。なんだよ。この遭難者、山に根を張っている。どういうこと？なんで遭難者植物みたいになってんの？これが本当の植物人間。くだらねえわ、お前。来い、ちょっと。全然救助できねえじゃねえか、さっきから。まあ、それも無理ないですよね。なんでだよ。僕の演じた隊員は、その救助隊の実技テストを替え玉でパスしたやつですから。クソ野郎だったのか、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。またまた、また、また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 また、
会の亀梨くん、ケンドリッケリー。ケリッケリッケリッケンドリッケンドリッケリー、カキーン。実録ケンドリッケリー青春コント目指せ甲子園編プレイボール。バッティング練習中後輩に気を使うケンドリッケリー。もう一回お願いします。もう一回お願いし、もうどうしたんだよ、迷ってよ、何してんだよ。いいよいいよ先輩とか後輩とかさ、お前はレギュラーなんだから打て打て。ポケットの俺がいつまで打ってても仕方ないんだよ。その代わり明日の試合は頼んだぞ。おお、ナイスバッティング。神様どうか彼を食当たりにしてください。ケリーデッドボール。学校の外をランニング中、修正の友に出会うケンドリケリー。西中ファイヤーファイヤー、ちょっと待ってよ、置いてかないでよ、おい。なんだよ、お前も見捨てられちまったって口か。だったら俺たち今日から親友だな。なんだよ、泣いてちゃ何も分かんないだろ、こっち来いよ。今日からお前はポチだ。ケリーゲットボール。練習試合中、ふと片思い中の女子が最近サッカー部のやつと付き合い出したことを思い出したケンドリケリー。その後一切の出番がないまま引退し、お笑い界でのホームランを目指すケンドリキ。ケリーケリーケリーケンドリケンドリケリーカキーン。そんなこと言ってるけどさ、あんた離婚して3歳の娘北海道にいるかってさ、当てつけでしょそれ。
前はやってるから俺に対する当て付けじゃん。ならお前さ、北海道にいる元嫁にさ、慰謝料今月いくら送ってんだか言ってみろ。お前聞こえねえよ。2万。そうだろ。2万だろお前。かわいそうにな、そんなんでやっていってんのかな本当にね。で30にもなって子供もいて離婚して上京してきて、で何今芸風なんでやってんだよお前、言ってみろ。え？ゲイ。ゲイです。そうだろ？顔がちょっとゲイっぽいからってお前ゲイだよ、お前ゲイウゲイでやってんだよこいつ。なあ、お前なんか一発芸持ってんだろ。ちょっとお前それみんなの前見せてみろほら。ちょっとそれはできない。いいからやってみろほら。ここでできないでお前いつやんだよお前。やってみろほら。ジュリアナ。なんだよお前聞こえないよ。本気でやれ本気で。ジュリアナ東京。頑張ろう。うん。どうだどうだ。大丈夫さ。ありがとうございます。見ていただいて、では早速読みますか。前半組。あ、そうですね。はい、前半組5組どうぞ。バイバイ。ネタが今やたれながらですね、はい、僕はいつもネタを書いてるんですけど、はい、ボケ全部考えて大変になる正直で、今回ねちょっとやり方を変えて相方にボケを考えてもらうと、なるほど、今ちゃんがそう、今ちゃんが考えるっていうことをやってみたんです。はい、今年一番の仕事をしたかった。いや本当に本当にそうなんですよ。見た、はい、いつもネタ合わせしてもずっと下向いてるのに今ちゃん家でつまんなそうに。ちなみに何本え何回？9回ですか？何本ぐらい作ってるんですか？僕はもう10本ぐらい作ってるんですか？いやいや、今年一番の家です。いやいや、僕の中では今年一番。はい、次、チェンジャラカー。はい、チェンジャラカー。どうも、ごめん、ごめん。これ、とりあえず吹きよ。ごめん、あの、ラブホーガイだし、ここ。見てください。ラブホーガイも。危ないから。仕事じゃないでしょ。パソコンなんだ。お前何目指してるの？僕は正統派漫才師。嘘だね。嘘だ。目指してるお笑い芸人さんは？あのアンダッチョブさん。普通に。リッチ使ってたんだよ。今ちょっとお金がなくなってきたリッチ
では、以上ね、はい、前半グループ5組の忘年会